最後に薬丸制約本体1,600円プラス税「厳冬者」から言ってこれはあの誓うという約束を誓うという意味で俺は何の約束かったら必ず殺してくださいねって自分の大切な命を奪われたその2人の奪ったやつねんその奪ったやつが刑務所からへと出てくるとその2人を惨殺してくださいそれがあなたとの約束でしょ。でそのののおかげでああなたはあの時の 金が役立って今があるんだからそう言われたけれども俺はそこまでの悪じゃないっていう葛藤だとかいうもう、まあ、ミステリーはミステリーこれはねこのように面白くかけてます星四点五これ以上言えませんか、まあ、この小説こういう類の小説は説明を多くつけないというのがルールですからね